アラン・ロングミュアーは、スコットランド人ミュージシャンで、1970年代の、ポップグループ、ベイシティ・ローラーズの創設メンバーの一人。ベイシティ・ローラーズではベースを担当し、弟のデレク・ロングミュアーがドラマーだった。ロングミュアーは、エディンバラのシンプソン記念参カ別ット病院で生まれた。父は葬儀屋だった。音楽一家に育ったロングミュアーは、17歳で自身、最初のバンドを、 弟のデレクト、他の二人のメンバーと共に結成した。このバンドは、名前やメンバーのラインナップを変えながら、やがて、ベーシティローラーズとなった。バンドで成功するまで、彼は、廃棺校として働いていた。1976年2月14日、アムステルダムスキポール空港で撮影された、ベーシティローラーズ。向かって、右端が、アラン・ロングミュアー。 1976年、ベーシティローラーズの人気が最高潮に達した時期に、アラン・ロングミュアーは、バンドを脱退し、代わって10歳年下のリズムギタリスト、イアン・ミッチェルがメンバーとなったが、ミッチェルもほどなくして脱退し、代わって、パッド・マック・リンが加入した。当時、バンドのマネージャーだったタム・ペイトンは、ロングミュアーが自殺を図ったと述べた。しかし、ペイトン自身の不適切な振る舞いが、 バンドのメンバーの一部の不況を買っていたことが後に明らかにされた。1978年にはグリーンが脱退するとロングミューアーはバンドに復帰し、その後はベース、リズムギター、キーボードを曲によって持ち替えながら演奏した。彼はまた鍵盤アコーディオンの演奏もこなした。1981年にはドイツの劇映画バーニングラバーに出演したが、 俳優としてのキャリアは開けなかった。ロングミュアーは2度結婚しており、最初の妻じゃんロングミュアーとは1985年から離婚する1990年まで一緒で一人息子冗談を設けた。2度目の結婚相手アイリーン・ランキンとは1998年から死去するまで一緒で二人の息子たちを設けた。2016年にはアイリーンが バンドの再結成コンサートにおける夫であるアラン、ロングミュラアーの演奏を批判した別のバンドメンバーの妻を相手に舞台裏で喧嘩沙汰になったと報じられた。クラックマナンシャーのドラーでキャッスルキャンベルホテルのオーナーに収まっていた頃、ロングミュラアーは心筋梗塞で2度、脳卒中で1度倒れたが2000年には建築検査員としての再教育を受けることを決意した。 ロングミューアは2018年7月2日にスコットランドのラーバートにあるフォースバレー王立病院で休暇で訪れたメキシコで感染した病気のために死去したがこれはカン君のガレニア病院で入院し退院して帰国した上でのことであった70歳であったありがとうございます